じゃあ、皆さん初めての方でしょうか。初めてです。あ、じゃあ SSJR さんから、どちらら辺にお住まいでおいくつか教えてもらっていいですか。愛知に住んでて、うん、23歳です。はい、プラス。じゃあ続きまして、セイジーさんかな、はい、九州生まれの愛知県ですね、うん、34歳の3児のパパです。おお、3児、おお、すごい。あ、そう。息子からすごい勧められて。一緒やわ、一緒や。ポンコツすぎて、うん、うまくなりたいと。 YouTube の方でですね、うんうんうん、下手くそおじさんっていうので、もうほんと小籔さんと知らずに、おお、はい、でシンガポールさんとのあの動画見てめちゃくちゃ面白くて、うん、あ、そう、小籔さんに声似てるなっていうので、ちょっと奥さんと話してたんですけど、やっぱ小籔さんでした。ありがとうございます。はい、じゃああとはもう一人、ザックマさん。はい、ザック、はい、こんにちは。どちら方面でしょう。こんにちは、はじめまして。僕は北の大地に住んでおります。はいはいはい、はい、20代です。あ、なるほど、ありがとうございます。あ、ちょっと ここまで来てもらった。あ、じゃあここでいいですか。選ばせてください。すいません。じゃあ愛知北の大地ってことですよね。はい、なるほど。愛知近いね。まあ、愛知広いけどね。愛知県はチェザリっていうね、ピザ屋さんがあるんですけども、知ってますか。大須のところにあるね。いや、わかんないですね。はい、大須っていう商店街は分かってますか。大須はわかります。わかります。あそこの中に、はい、あそこの中の商店街の中にあるチェザリっていうピザ屋さん、よかったら行ってください。僕、名古屋で行ってみます、ちょっと。名古屋で一番好きな食べ物屋さんです。はい、もうポーン言ってる。もうみんな上手そう。今回もビクロいけるかも。なんかボットっぽいのは倒しましたけど、ちょっと確信はないです。ありがとうございます。こっちもボットっぽいのは倒しましたけど。おお、ありがとうございます。でも30何歳で3人ってすごいね。あ、そうですかね。多い方じゃないの。ちっこい、ちっこいですね、まだ。うんうんうん。方が、あの一番上の小学2年生のことをよくデュオやってるんですけど。ああ、はあ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 。はい、もう2年生の子に振りされてる感じです、うん、ああ、一緒です。うちも3年生にもう偉そうに言われてます、はい、ちょっとパパはまあ建築とかの前にまずエイムやなとか言われましたね。そう、こう言われますよ ね。クリエイティブを持ってやれ、日々の努力が肝心だって。その時だけ父と子が立場逆転するんですよ。逆転するんですよね。ねえ、ほんまに。いや、ごめんなさいっつって。もうグーのね、もうでんぐらいうまいですから、うちの息子。まあ僕に比べるとね。うまいですよね、ね、本当に。小籔さんは今でも子供たくさんとやるんですか。やります、やります。大阪帰ったらもうめっちゃやりますよ。もうデュオとかでやるんですか。はい、大阪帰るときは息子のスケジュールを調べたり、土曜日は塾あるからこの時間帰ってもしゃあないなとか。へぇ、アンチ来てますよ。はい、行きましょうか。はい、ありがとうございます。行きましょう。はい、僕だけ船で言うわね。なんか動画で逆パターンを見た気がしますね。逆パターン置いてかれるやつ。ありましたか。あ、敵がいました。敵がいましたよ。お、あ、敵。あ、プレイヤー数めっちゃ。すごい。一人やりました。あ、そう。ナイス。あ、ブームなんで来た。ほんま、ちょっとどこにおるか分からへんの。どうか、どこにおんねん、どこにおんねん。あ、一人やりました。一人やったという報告。ナイスです。お、なんか自殺しましたね、これ。やりましたね、全滅。やりますよね。すごい。何も終わっていく。あの、息子とやってるのと一緒です。僕も一緒です。僕もちょっと建築登っただけでしたから。あ、ありがとうございます。本当にそうです。あっという間に終わっていくっていう。あ、フェスタさんとセイジーさん、デカポが1個ずつあります。ありがとうございます。ありがとうございます。何もしないですけど、飲んでいいんでしょうか。もちろん全然大丈夫です。あ、ミントもら拾っちゃった。優しい世界です。
ベビースナイパー、ヘビースナイパーありますよ。ベビーってちっちゃいんかい。ヘビースナイパーありますよ。ヘビー、いました、ヘビー。ほんまうろうろしただけでしたね。使ってください、アップグレードしましたね。はい、偉そうにすいません、どうぞ。大丈夫ですうちも、うちも線路に取材までくれる。たまとかすごい。たまりますよ。たまりますよ。たまってます。いや、そんな、そんな。じゃあサブマシンガン使ってはる方どうぞ。あと、これ。持ってないです。持ってない、誰も持ってない。あと、これ、スナイパー持ってはる人。スナイパーの弾どうぞ。弾こんなに。大丈夫、大丈夫です。こんなに大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、サブマシンガンの弾。900になっちゃったんですけど。どうぞ打ちまくってください。ジャムパッド行きますか。もう至れり尽くせりや。もうただのアサリゲーで終わることがまあほぼほぼなんですよね。お父さんはそうですよね。いや、お父さんもう接敵したら瞬時計なんです接敵したら瞬時計。あ、敵と接敵。いや、もう秒でやられるんですよ。あったなと思ったらもうっていいんですよ。ねえ、ほんまに敵と会うこと接敵言うんですね。あ、それも息子から覚えました。あ、へえ、初めて聞いた。へえ、いや、その言葉聞いたらちょっと接敵したくなってきましたね。突っ込みます、ちょっと痛くなるんですよね。ね、確かに。はい、おい、おらんかい。全然どうぞ、皆さんも資材たくさんいると思うんで資材集めてください。僕はほぼバージョンアップする以外は資材使いませんので強い武器を持ったら皆さんはどうぞ。倒せますよ。デカポいるかといないですかね。大丈夫です。はい、僕はもう皆さんのおかげで紫バーストに金タクションになってますんでああ強い、金タクションは強い。宝の持ち腐れならんように一人ぐらいやっつけたいですね。最後の一人は任せますよ。ハラダンス。カナさんに。わかりました。いいですね、それ。そこまでちょっと行きたいですね。めちゃめちゃもうお膳立てしてくれ、みんな。エンジョイしてくださいね、皆さん。あくまでも、僕は可愛い子ちゃんアイドルじゃないですから、そこまでそんな。いや、それが僕らのエンジョイなんで。そうですか、ハラダンス。はい。僕がなんとかさか46ならわかるんですけど KYB46 ですから僕。打たれましたね。どこですかね。渾身の KYB46 流されましたね。すいません。全然いい、全然いい、全然いい、全然いい。恥ずかっただけ。接敵しましたね。接敵した。行きましょう。アンチューナー行きますか。行きますか。アンチューナー行きますか。ここでモリモリの建築やってますね。モリモリですね。接敵しに行きますか。誰かと戦ってはるのかな。そら戦ってますね。なんか上から、うわぁ撃たれてる。どこ、後ろ、後ろですね。 NW。 うわぁ怖い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 、はい、打たれんじゃん。やろうね。うわ。うわ、いかつい。皆さんに任せて、メッド切って。いやー、これは怖い。金タクションは宝の持ち腐れになるんでしょうか。うわ、敵が来てる。いっぱい来てる。いっぱい来てる。ワッシュピン撃てる。あ、凍った。みんながいない。おりゃ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 。うわ、こんな後ろから撃たれてた。こんなそばに。あー、ごめん、金卓上取られる。やめて。ここに隠れてますね。二人いますね、ここ。うわ、惜しい惜しいな。SSJ さん惜しかった。サーゼン、僕は武器をバージョンアップしてメッドキットやって、死にました
本当に、こんな下手くそですけど、またよかったら一緒にやってください。いやいや、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません。またお願いします。